私たちは政治家に白紙委任をしないという言論 NPO のこの運動に私も賛成します。政治不信の一つの表れとして、投票率が低いという話があります。私はそれは間違っていると思っています。つまりどういうことかというと、棄権をするという時はもちろん、いろいろな思いを込めて棄権をするのかもしれませんが、棄権をするということは政治家に不信感を突きつけるということには全然なっていないわけで、その時々の投票をした人の多数派に全権委任をしてしまっていると、こういうことで果たして本当に良いのでしょうか。むしろ棄権をしない、自らの意見をきちんと表明する、特にこの政治家ならば自分はその将来を託せると思える人をなんとかいろいろな情報を得ながら選んで、その人に投票すると、その政党に投票するということをしていくことを通じて初めて政治家にきちんとものが言える、そういうことになるのではないかというふうに思っています。そういう意味では政治家に白紙委任をしないということは、これからの日本の民主主義を作っていく上でも重要だと思います。